それでは稲妻イレブン GO2 やっていきましょう。まあ正直田中菜さんの炎上収まるところを知らないですね。まあ予想してましたけれども、やっぱり全スポンサーが降りたみたいです。まあ無理もないでしょうね。単なる暴言だけだったらまだ良かったところなんですけど、前の分でまあ人権侵害はあれですけど、まあ人種差別で最終的にこれ、この発言が一番やばいんじゃないかなって思います。鬱や黒人は甘えを捨てれば治るっていうの、これまあなんか根拠ありますか、でもありますし、鬱が甘えを捨てたら治るっていう風に言ってしまった、あれ医師法違反とかってならないんですかねって思いますよ。まあその発言は正直、もし医師法違反になったら犯罪者ですからね。まあ遅かれ早かれ、スポンサーが降りるのは仕方がなかったってことなんですかね、ほんと。今回は勝ちを譲ってあげたんだよ。負けた僕も美しい。ナルシスト、ここに極まれり。ナルシストって言えば、田中菜さんも、自分自身がどんだけ美形なのか、身長高いのかっていう風なの。わーい、業者さんおらんぜよ。あ、バカさん運転する業者ってひょっとしてミドルさん、姿が見えんと思ったらこんなところにおったのか。おったかか。同感な緑、なぜ私が騎士ではなく従者なのだ。わしに聞かれても困るぜよ。よし、ミアルモ、出発だ。目指すは橋を越えた東にある妖精の泉だ。はい。消費は激しいけれども、その分技使うとき KP がゼロになるのはありがたい。400の経験値は本当にありがたいわ。
一回バトルすりゃこの、回復ポイントは十分にもらえるし。リージョンズ。あ、しまった。アームドしてたらあれ、ゼロになるんだから、これ使えばいいんだ。たまにはやっとかないとね。いい感じ。ここが妖精の泉。綺麗なところだ。なんで巨者と従者がついてくるんすか？この世界で、ね、役割がある、じゃないですか。いえ、別に。よし！湖の妖精にエクスカリバーの魔力を取り戻してもらうぞ。命の聖水。今度はこっち。神様の人がここにいた。妖精ビビアンはアカネさんだったのか。本当にエクスカリバーを復活させる魔力があるんすか。それが私の役目、魔法の呪文。ナホーレエクスカリカリバー。来てます。出ます。ナホーレ、手力です。ハンドパワーのミスターマリックのクリマタスミですか。魔力がちゃんと持っている人は呪文なんだ。消えた。違う。これがエクスカリバー。ありがとう、ビビアン。これでマスタードラゴンと戦える。一方、その頃。キナコ、新たなるパラレルワールドの中で危険にさらされているようだな。これだけ調べても未だに正体がつかめんとは。誰かが彼女に関するタイムルートをブロックして正体を隠蔽しているとしか思えません。誰かがだとは何のために、わかりません。しかし彼女の行動がライモの行動に大きく影響を与えているのは確かです。正体はライモンに深く関わる人物か。それとも。では、これよりマスタードラゴンが住む嘆きの洞窟へ向かう。皆の者、心して向かうぞ！
みんな自分の役割は分かってんのかな。ロールプレイングゲーム。その羽動くのか？あ、動いてる！で、どうやって？そういえばあれ、何の肉だったんだろう。聞く勇気がないよね。グリーンウェル村は豊かなところだね。マスタードラゴンのおかげで作物が豊作なんだって。ドラゴンのおかげか。まさにファンタジーだね。でも、マスタードラゴンを倒しちゃったらどうなるんだろう。作物に影響が出ないといいけどね。よし、あとは洞窟に向かうだけだね。悪者をやっつけてお姫様を救え。これぞファンタジーの旅の王道だよ。さらわれたのは姫ではありませんけどね。大切な仲間に変わりはないさ。さあみんな、気を引き締めていくぞ。きなこいいよ、友情持ちましたな。ただきなこって、めっちゃ重要な役割あるんですよね。まあ、2をプレイし終わっている人には、ネタバレもクソもないんですけれども。まあ、それが出てくるのはまだまだ先。取られました。しかもダブルで言ってるのに。通常状態でも460。できるもんならやってみろ。それでも100減らしたな。ただ今の位置だと、ポストに当たるかなと思ったけど大丈夫だった。マンチスター来るもの拒まず使うかどうかは神の味噌汁ならぬ神の味噌汁。オーディンソード。スパークルウェイブ、風誰？
あんたの頭の中も今日でバイバイ。結構バウンサーラビットも使ってんだけどなぁ。やっと上がった。ここが嘆きの洞窟だ。なんか洞窟からひんやりした風が。ここはあまたの冒険者の命を奪った洞窟だ。迷ったら永久に日の目を見ることはできないぞ。そんな大変な洞窟なんですか。皆の者離れるなよ。こんな怖いところだなんて。入って突然ドラゴンに襲われちゃったらどうしよう。みんなキャプテンとして俺がみんなを元気づけないと。みんな、気合を入れるんだ。ナノマラを救うんじゃなかったのか。ほら、どうってことない。これくらい。クリア、さすがだね。でも、わかった。僕は頑張るよ。やっぱり俺は、シドウ先輩ハクネみたいにみんなを引っ張っていくことなんてできないのかな。不確定の現象から新たなでパラレルワールドを作り出したのか。面白いじゃないか。この先どうなるのか見せてもらうよ、天馬くん。変な形の石発見。僕も綺麗な石見つけました。おとなし先生、お土産はどんな石がいいですか？こら、石拾いに夢中になるな。の方、向こうにもいいじゃけ。こら、監督の言うことを聞け。ここは監督は多分、あれになるな。アーサー王に。迷ってたのに。化身レベルアップ。ま、通常状態の技に比べて化身の通常だもんな。本当に力がアップしてんのか？むしろ下がったぞ。随分強いな。でも次は負けないぞ。勝手に。でも、それあなたの感想ですよね。
デスソード！